今は一人でろうそくを一本さしたケーキを食べながら聞いています。いいんじゃないでしょうか。小島さんと三ッさんは一人で誕生日を過ごすときどんなことをしましたか?。また、どんなことをしてみたいですか?と。毎年一人ですけど、何もしていません。あら、何月何日生まれ?。四月十日です。特に、何もなく。テレビに出るようになってからは、四月十日は和田アキ子さんの誕生日なんで。ああ。 パティなんてしてしいる場合ではないなるほど巻き込まれようもんなら大変なことになるんでなんかイルスを使っていますたまに行きますけど一緒にやってくださったりするんでそっか同じお、ね、店なんで、ね、でも誕生日は基本あの水商売というか私らみたいな仕事は、うん、書き入れ時なんです、うん、えそうなのだって誕生日っていうのは、うん、イベントを打てるじゃないお店とかで。 で誕生日スペシャルショーとかできるから、うん、それをネタにお客さんを呼んで売り上げを上げるっていうのが、えー、だからたまにいますよ年に3回くらい誕生日やってるママとか <laughs> やったことあります誕生日ショー誕生日ショーは割と,ずっとコンサートみたいなのをその前後でやったりとか、うん、お店はお店で誕生会はやっぱりね 特に丸の内なんかだと最初のうちは丸の内でやれんのがこいつっていう目がビンビンあったから一回目の誕生日でとてつもない売り上げを叩き出しそっから黙らせましたよ、うん、三菱自称 <laughs> お前らもしどこの言うね俺はエスカレーター使うぞ <laughs> よかったね、ええ、そういう感じですね最近の誕生日はでもお子さんとか祝って暮らすんでしょ あまあ、ねうん、まあ私はね、まあ、まあまあおめでとうみたいな一応ねうんってくれた一応ねってそういうもんでしょうんそれまあ嬉しいわなただもうなんかほら10のくらい変わる時はさ一応感慨深いけど一、うん、のくらいとかどうでもよくなってくるねもうでもこの人21歳でしょ、うん、私21歳はすごいこだわりがあったのなんでなんで、うん、なんかね21漠然と12歳ぐらいからうん 21歳っていうその数字に対してのね本当に漠然と何のあれもないんだけど、うん、意識をずっとしてて21になった時は何か何かをしなきゃいけない年だってすごい気張っちゃってなんか何もできなかったんですけどな、えー、学生か学生でそう、うん、なんかねそう21歳で「紅白」に出るとかいろいろ考えてたんだけどそうだったんだいいそんなこともなくあでも21の時私そっかイギリス行ったね うん、それはあの旅で、旅ああ、留学か、二十二かな、二十一かな、うん、留学、留学か、うん、そっかそっか、そう、結構大冒険だね。あと三十は、あんまり感慨深くなかったけど、三十一ともくなかった。へえ。 35ぐらいの時にお中年やっと中年になったなって気がして3031はなんかあそっかそういうあれがあるからね、うんうん、シラはほら何もなくただただ10の位が増えてで30代かと思ったけど30歳ってゼロだから、うん、まだなんか、うん、そうお祭り気分で「イエーイ30代」みたいな感じで乗り切れる1年だけど1がついちゃうと。 突然現実的になっちゃって、そこから長い中年期がね、そうもう今六十代も中年なんじゃないかってぐらい元気じゃない、ああそう、ね、長いね中年期、人生ってほとんど中年期だよね。